半旗を掲げた災い統合任務部隊司令部、東北方面隊は、陸上自衛隊の方面隊の一つである。防衛大臣直轄にあり、東北地方の防衛警備や災害派遣等を担任。方面総幹部は、仙台駐屯地に置かれている。東北方面隊は、2個師団を機関兵力としており、管内には13個の中屯地、1個の分屯地、 6個の地方協力本部が配置されている。東北方面隊の舞台装は以前は、こけしと東北の文字を図案化したものであったが、2020年3月26日に舞台装のデザインが改正された。新舞台賞は、伝統、絆、飛躍をコンセプトに、朱色の日輪は、東北の守りを担う、伝統を表し、 東北地方の白地図は東北六県の絆を表し、東北六県に見立てた六枚輪の青い翼は体制移行や任務の多様化に対応する方面隊の飛躍を表している。また背景色の空色は任務を完遂する決意を表現している。東北方面隊第六師団を即応近代歌師団に改編、第一教育連隊を廃止。 東北方面混成団を新編。東北方面武器隊を廃止。東北方面広報支援隊及び東北方面衛生隊を仙台中トン地で新編。東北方面総監部は仙台市宮城野区の仙台中トン地にある。ありがとうございます。